戦うか、この俺と。お前は？よっ兄貴。逃げ場はどこにもないぜ。中国4000年の歴史か。時代は変わるもんじゃの。イングリッドさん、おばあちゃんみたいなこと言ってる。女の年齢はミステリーなのよ。いずれわかるわ。名高い魔剣士スパーダの忘れがたみか。貴様、何を知っている。女は謎が多いもんさ。やけどしても知らないぜ。イングリッド、強いがどうも怪しい。イングリッド、後でジェネシスでスキャンしていいかしら。よさぬか。わしの裏表を見てどうする気じゃ。魔界の騒動と今回の件、真剣マジ似とるかもの。イングリッド、貴様何者だ。何を知っている。謎めいてるわね。その正体もキャラ付けも。何をジロジロ見ているんだイングリッド。お主らの余ったパーツをつければ、わしも流行りのメカ美少女じゃ。え、今流行っているのかい？うん、お主らストライダーとシャドウダンサーじゃったっけ？忍びだ。所属など関係あるまい。任務を果たすまでだ。技名を叫ぶのは正直子供っぽいかの。やってみると意外とハマるもんだ。なあ、影掘り。悪くなし。天は見抜いておるぞ。お主のすべて裏表。裏表ってなんだい、イングリッド君。エリカも見抜いてますよ。大神さんが本当は誰が一番好きなのか。俺が行く。ジェミニは俺が守る。ジェミニ、これはもう一つの人格？まったく忙しいの。個性を出すのも大変じゃな。知っとるで。あんたみたいなの不思議ちゃん言うんやろ。言ってくれるの、若造めがの。キリュウちゃん、あんたが何者かは知らんが、ずいぶん来やすいな。また若い娘がひらひらと。ん？若い？ジャロがピチピチ。ジャロがほりほり。ああ、こりゃダメなやつだぜ、バシロン。デビルインしか。まったく、人の手には余る力よの。俺はそれを完全に制御した。その呪われた力もろとも必ず。僕たちの仲間にも君のような喋り方をする子がいるよ。くっ、このジャンルは意外と競争率が高いようじゃ。俺も女の戦いってやつか。大変だな。お主らヤングには分からんじゃろ、わしの醸し出すフェロモンは。ちょっと違うけど、私もフェロモンっぽいの出せるよ。ナナさん、血の力をむやみに使ってはいけませんよ。ザ・ワールドか。ピコピコの時代から進んだもんじゃの。わけわからねえな。おばさんなのか。長谷を、女の人に年を聞いちゃいけないんだよ。こう見えて経験だけは豊富なのじゃ。うむ、わしらも冒険してもいい頃じゃしの。いい年ならば少しは自重しろ。キャラもかぶってるぞ。メカ娘と娘メカか。まどっちもどっちじゃな。ほりほり、行くぞ。なになに、私とコスモス、どっちがどっちなの。不明ですが、イングリッドは不思議系だと思われます。くっ、わしのコードホルダーの血がうずく。紋章の力を制御できんというのか。まあ、意外にもウードと同じ振る舞いをする方が。リズの息子がああなったのは誰の影響なんだろう。